先生こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、ロッコアイランドについていろいろお話聞いていきたいと思うんですけども、はい、あの一時期ロッコアイランドってあのスーパー、はい、お買い物日々のお買い物するスーパーが全部なくなったじゃないですか。まあ、全部はなくならなかったんですけども、うん、どんどん撤退が続いて、はい、ロッコアイランドの方々が買い物難民になっていらっしゃったという時期がありましたですね。今はどういう状況ですか。今はですね、うん、アイランドセンター駅から南に行きますとドイツ語学院というのがありまして、伝統的な、はい、このドイツ語学院の隣に関西スーパーさんに、これも神戸市からお願いをして、まあまあ、実態はですよ、なんとかこちらへお願いしますという形で、お願いをして出店をしていただいて、日用品日常品はこちらで買い求めることができます。いつぐらいにできたんですかね。もう数年前ですよ。そうですか。はい、僕はまだ神戸市会議員してた頃ですからね、まあ、5、6年前かな。はい。あ、でもな、とにかくそのロッコアイランドに僕も数年前行った時に、はい、そうだから、その数年前に行ったということは数年間行ってないということですからねなかなか行く機会がなかったんでしょうか、はい、まあ、多くの神戸市民の方々もそういう方多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、その時にやっぱりその日々のお買い物する場所がこれあんまないなというふうに思いながら。そうですね、あのロッコアイランドの特徴としては街のにぎわいを創出するのが割合とうまくいってまして、はい、まあ、もうそれ筆頭に挙げるのはチューリップ祭りなどがありまして、たくさんの人、はい、実は来てるんですね。だから、それからあの夏場でしたらプール、うん、があって、はい、大きな滑り台にあるプールがあったり、はい、という形で、あのにぎわいの創出はかなり成功しつつあるんじゃないかなと思うんですけども、住む人の利便性というまた別の視点がありまして、ロッコアイランドはやっぱり環境がいいので、あの学校もありますし、環境がいいので、あの人口増えてるんですよね。今2万数千人の方があのロッコアイランドで暮らしておられるんですが、まあその買い物ということについて言いますと、やっぱり多くの方がですね、あの島外に、まあ、一番多いのはやっぱりあの阪神御影のクラッセとか、はい、 まあ、あの辺に行かれる方が多いですね。結構距離ありますよね。ありますよ。片道どうかしたらちょっとぐずぐずしたら30分かかりますよ。かかりますよね、はい、お買い物してたら2時間コースじゃないですか。2時間コースですわ。はあ、はい、だからあの非常にやっぱりあの地域からもうちょっとその買い物できる場所を作ってほしいという要望は、あの神戸市会議員をしてた時から多かったし、県会議員になった後も頂戴してました。はい、その、まあ、ロッコアイランドの施策に関してはやっぱ神戸市議の先生方に相談した方がええんかなと思うんですけど、永瀬先生に相談に来られる方は多いですよ。どういう意図で、あの僕もまだ神戸市会議員だと思ってる人がいたり、はい、あの間違ってくる、ね、間違ってくる、あ、すいません、私県会議員ですから無理ですということではなくって、あの県会も市会はもうものすごく風通しよくやってますんで、はい、あの市会の先生にお話しされたのと私にお話しされたのと、もうその時間差は極めて少なく、速やかに、市会議員の方に、神戸にはもう2人今自民党の上畑先生と大野先生、はい、若い2人の優秀な議員がおりますんで、はい、速やかに彼らにこの情報を伝えて当局へボールを投げかけてもらうし、実は僕は結構神戸の市役所の職員でよく知ってる人も何人もおるんで、その中にはそのだんじりとかでももうやられて、地域のこともやりながら、市の幹部されてる方もいるんで、そういう方にも話をしたりできるんで、まあ、全然もう気兼ねなく言ってもらったらいいですよ。ちなみに、はい、東灘区以外のことでもいいんですかね。いいです、いいです本当に全然いいです。神戸市のことを全然言ってからですね、市内のことであればね。そうですか、はい、あの幸い私神戸の市会議員を経てここに来ているので、うん、自民党の今の神戸の市会議員の先生方はたくさん仲良しいます。たるみにも仲良い先生いますので、いや僕もそうですけど、やっぱりその議員の先生方って、はい、知り合いいてないんですよ。あ、そうですよね、どこに相談行ったら分からんし、そうですね、だから議員を知ってるから得したとかっていうのは良くないですよね、うんうん、それは良くないと思います。でもなんかこう相談したいけど誰に相談したいのか分からんし、どう相談したいのか分からないので、はい、まあ、少なくともねこの YouTube のこの動画を聞
かけに、はい、永瀬先生のことを知った方はですね、まあ、永瀬先生やったら、まあ、神戸市内であればどこの地域の方でも、はい、まあ、兵庫県民であればどの地域の方でも、どの地域でも、はい、何でもいいんですよ、はいはい、あのどうぞ受け付けてくださるみたいなの で、ね、でロックアイランドに、ロックアイランドについに新しい、はい、うん、スーパーが来るんですよ。へ、はい、どのスーパー？山田スーパーさんですね、あのちょっとこうセレブな、超セレブな、ね、セレブなスーパーですよね。今あの妻のありますね、妻、はい、の、はい、あの子供病院の跡地にございますでしょ、はい、素敵な感じで、ね、はい、あ、まああのロックアイランドにお住まいの方って、ね、合うと思います。ロックアイランドはマーケティング上いいんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、あ、ロックアイランド今変わろうとしてる感じがしますね。そうですね、ロックアイランドはどんどんこれからまた生まれ変わっていく、神戸市東灘だからもちょっとあの変わったっていうか、うん、まあ、やっぱりそのすごくあの街づくりが、はい、新しい街づくりがどんどん進んでる、そういうとこですので、ロックアイランド楽しいですよ、はい、久しぶりにまたロックアイランド、ロックアイに行きたいと思います。じゃあ今度ロックアイで撮影のロックアイシリーズもお伝えさせて、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、それではですね、最後に、はい、このチャンネルの紹介をお願いいたします。 ありがとうございます。あのいろんなあの話題取り上げていきます。まだ全然触れてないような問題もこれからどんどん触れてですね、皆さんの、興味のあるような、あ、おもろいな、県会議員の仕事おもろいなと思っていただけるようなチャンネルにしていきますので、チャンネル登録と高評価のほどもどうぞよろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。